さ、本当おかしいぞ、なんか当たんないぞ。5回当てて合算70分の1、隣が97分の1で、この隣の隣の稼働してる台があれも70分の1でした。ちょっとなんか様子がおかしいですよ、様子が。ああいうのも共有も OK なんだね。179ゲーム、ここまでどれぐらいかかったもんだから、ちょっと待ち上げるなんかハマったような気になるね。でもそのぐらいのね、感覚の時ですよ、あのいい時っていうのは。200とか300とか回して、まあこんなもんだろうみたいな時よりは全然いい、いいんじゃないかと、全然いいんじゃないかと。高速殲滅、これビッカって隣の田中浩二さんが500円は待っちゃいましたけど、予約当たりましたね。これは投資で何本なの、8000円。そこがまあだからいい、そこがいいとこだ、そこは520ゲーム回して投資8000円で乗り切れるっていうね、ここがいいとこだ。だいぶパワー上がってきましたね。もう塩ランチもそうですけども、もうバラエティとかもほぼほぼ満タン状態、こういう状況になればね、見えるものもまあ見えてき始めるんじゃないかと、まあ、思いますんで、ほとんどしたらバラセンターぐるっと回りますけどもね。おっ、ほら、モワモワ、これもビッグ確定。199ゲーム、まだ200ゲーム超えてないよ。ちなみにビッグ5回引いて追加は3回、そこもう一押し欲しいかなっていう感じね。まあ何はともあれば当たりを取れてるんでね。しかもガッサンまだ97分の1です。全然前半戦の入りとしては申し訳ないんじゃないかと、これ今23ゲーム回してるんですけども、23ゲーム回してなおここに増えるっていうね、そういうやっぱこの後の1回でこうじぐりじぐりまで増やしてるっていうね、そういう活動にこう没頭するっていうのもね、やっぱりこう AR 人気が主流になりつつある今だからこそ、なんかねちょっとこう忘れた感覚を取り戻す上でもね、そういうのたまにいいなと思いますね。おっ、外れた。あとボーナスエリジの8分の1か、リーチが出ますね。最高、もう最高。田中さん大丈夫ですか、田中さん。レバーオンの調子がいまいちなんじゃないですか。ちゃんと祈ってくださいよ。ちゃんとね、祈んないと光りませんからね、祈んないと。お、田中さんやりました、150ゲーム。ね、ちゃんと祈んないとダメですからね、ちゃんと祈んないと。どうだこれ、俺名刺見つけたか今。左滑ってもこの形でベル外れればもうリーチ目のはずなんですよね。ああ。そうなんだよね、バーを下段とか割ってる下にしちゃうとアイドからも取るんだね。背中のイニストーレが気になるんだよね、あれ面白いんだ、同時操作あるから、うん、中段チェリーとかね、
ショーチェリーとかね、4号機のあのミソレの500会場の様子を同時操作に再現したゲーム性なんですよね。ピピピって言うからね、ピピピって本当にハマんない。185ゲームで終わって6の4ボーナス10回、総ゲーム数が990、合算99分でしたね。速攻連チャン、ね、3ゲームいいぞ。よし、嬉しい誰だ、おー倒せる、まあキングハナハナであれば、まあ、7000枚8000枚っていうのは相当ですけど、まあ、4、5000枚ぐらいだったら、まあ、まあ日常的にある範囲なんでね。いやまあ、本当にいやここまで出来がいいの打ってるのちょっと久しぶりよ。おっ田中さん、徳川路で頑張っております。田中さん、ダブルに寄られそうなところで頑張っております。ねえ、大の大人はですね、この花が光った光んないでですよ、どうも没頭できたわけですよね。これはそれですごいと思うんだよね。木曜日液晶ついてるのがこの当たり前の時代にですね、ランプだけっていうの限定でここまでね、こう集中できちゃうっていうね、ある意味、まあ、究極なんじゃないかなと思いますよ。そうこう言ってたら、本日初の200ゲームハマり、200ゲームをハマりとは言いませんけども、この200ゲームがハマりって感じちゃうぐらい出来がいいということですよ。あのペースでですね、当たり続けることはあまりないだろうというのは分かってますので、今こうしてようやくちょっとね、若干調子が合わせるような感じになってますけども、これは一日すれば絶対こういう時間帯があるんでね、ここはもうとりあえず我慢。
国の岩国と加古川の店長2人400ゲームですけども、まあまあ合算にしたら126分の1ここはちょっと踏ん張りだからね。ご来店いただきまして誠にありがとうございます。一回当たった後で、もっと大事なのはタッチと。